決勝までの3試合で25得点と今大会ナンバーワンの攻撃力を誇る那覇。1試合平均8得点以上の爆発力でコザを迎え撃ちます。一方ディフェンディングチャンピオンのコザ、得点力も3試合18得点と申し分なし。県総体では3対0で那覇に敗れており、リベンジに燃えます。初優勝を目指す那覇か、優勝すれば3連覇のコザか。今キックオフです。左から右に攻める青いユニフォーム、那覇高校です。ファーストチャンスは青の那覇でした。日田が行ってるシュート。一方のコザ、変化をつけたコーナーキックで会場を沸かせれば、オーソドックスな形も見せるなど多彩な攻撃を見せます。ファーのサイド狙ってきた。新屋敷でしょうか。スコアレスで折り返した後半、均衡を破ったのは那覇でした。初優勝に大きく近づく1点、先制点は那覇高校。貴重な先制点を奪い、那覇が一歩リードしますが、スローインから入れ替わって、この得点がコザの勢いに火をつけます。受けた、トラップする、1対1、シュート、決まった。高橋祭り、1年生が左足で見せました。まだまだわからないぞと、難しいボールをうまくさばき、コザが試合を振り出しに戻します。チームを鼓舞する、士気を高める、両者とも拮抗した戦いが続く中、迎えたアディショナルタイム。誰もが延長戦を考えた残り50秒ほどでした。11番の玉田、玉田柔らかなタッチからシュート、どうか、弾いて、ゴールは決まった。ゴールに吸い込まれたのは11番玉田のシュート。劇的勝ち越し弾を決めた那覇、2対1でコザを破り、見事選手権初優勝です。後半入ってからやっと1点取れたのに、給水終わったらへんに同点に追いつかれて、なんかやばいなと思ったけど、もう絶対負けないという気持ちで決めました。全員で攻撃して、全員で守って、最後まで、途中1点入れられてしまったんですけど、気持ちで負けずに最後ウルマが1点入れることができて、もうそこが勝利のポイントだと思います。優勝できなくて本当に悔しかったんですけど、まだ九州大会があるので、九州大会ではこの悔しさをバネに戦いたいなって思います。自分が決められなければ勝てたので、九州頑張りたいです。この結果、那覇は沖縄1位で、コザは沖縄2位で、11月19日から長崎県で行われる九州大会に出場することが決定。互いのサッカーに磨きをかけ、集大成に挑みます。